演舞開演。どうも、私のつれづれなる日常演舞さんですよね。はい、というわけで本日はこちら、ファミリーマートのタピオカミルクティーを飲みたいと思います。タピオカで博多で飲んで以来ですね。なめまして、とっても気になってます。結構お手軽に飲めるものなんですね、タピオカって。まあそういう姿だけ流行ったりはしないか。では飲んでみたいと思います。そこの方にちょっと見えますね、これでは。ちょっと甘めで、なおかつタピオカもちょっと小ぶりでしたね。まあ美味しくはあるのですが、やっぱりあれと比べるとちょっと物足りないかなという感じがしました。まあ比較の対象がコンビニと発祥の店とでは違いすぎるのかもしれませんね。というわけでこちらの点数とさせていただきます。まあ、前回は低くなかったですね、それでも。まあその辺はご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞編です。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。